ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。チンカラコレクターが絶賛している隠れた商品を開封したいと思います。お通じに聞きます。僕が買った餌はこちら、リキジャパンから発売されております観賞用クロレア錠剤タイプ極め飯。価格は780円、480円でした。公式サイトにも情報がないので、いきなり製品の外観から見ていきたいと思います。観賞用クロレラ、錠剤タイプ、金魚、草食魚、プレコ、ミジンコなどに、あとは何も書いていないです。続いて、浮上性、殻なしブラインシュリンプ、孵化させる必要がなく、このまま与えられます。孵化させることはできません。極み飯、ブラインシュリンプ、ブラインシュリンプの黄身のみ使用しており、栄養価抜群でこの餌だけで育成できます。稚魚の育成に最適な、微細パウダーです。消化吸収もよく、小型魚や金魚、海水魚、無脊椎などにも最適です。与え方ってことで、1日2から3回、数分で食べきれる量を与えてください。食べ残しは取り除いてください。補償成分は、素タンパク 50% 以上、素脂肪 4% 以上、水分 10% 以下です。高タンパク低脂肪の餌です。原材料はブラインシュリンプの卵。開封後は冷暗所に保管の上、お早めにお使いください。それでは開けていきたいと思います。医療観賞用クロレラ錠剤タイプ極め飯、オープン。なんか粉っぽいね。匂い嗅いでいます。クロレラ。あ、これいい匂いだわ。海藻の香りです。で、こっちがブライン。あ、これはちょっとあれや、ウーマルチほどはいかないんだけど、ウーマルチの一歩手前みたいな匂いがします。紙の上に乗せてみました。左がクロレラ、右がブラインです。ブラインめちゃくちゃ小さいです。鮮やかなオレンジだけど、これを水槽に入れるのは勇気がいりますね。食べ残したら取り除いてくださいって言ってますけど、無理でしょ。わかるかな、これめちゃくもう1ミリないっすよ。で、一方クロレラは病院で処方される薬みたいな感じです。成分は人間用のクロレラと同じようです。サイズはだいたい8ミリぐらいです。容器は粉っぽかったんですけど、表面はツルツルしてます。そこまで粉っぽくないです。こちらがクロレラです。しっかり丸く成形されています。硬さは硬いです。こう動かしても紙に粉は付着しないです。金魚がこれ丸飲みして大丈夫なのかなっていうのはちょっと気になります。一応こう割って与えることもできるようです。あ、こっち卵だ。ものすごい小さい卵です。たまにこう大きい塊もあるね、こう卵くっついてるやつ。この超拡大のやつを使ってようやく見れるぐらい。粉です。クロレラが何グラム入ってるか見ます。内容量書いてなかったんで、乾燥剤入ってるんですけど、とりあえず49グラムです。小さなプリンのカップ1杯分です。これぐらい入ってます。それでは検証していきたいと思います。まず乳鉢で潰します。あ、硬いわ。水道水2リットルに少量入れて TDS とリンを見たいと思います。まずはクロレラを入れる水道水の TDS。 36ppm です。極み飯を入れる水道水の TDS 35ppm です。クロレラとブラインだいたいこれぐらい出ます。30センチ水槽だと6倍入れた量です。クロレラも同じように入れます。クロレラを入れた TDS 36ppm です。極み飯を入れた TDS 35ppm です。クロレラの硬さを見るために一つあらかじめ入れときます。続いてリン、左クロレラ、右極み飯。5分待ちます。5分後です。クロレラは 0.25mg/L です。極み飯も 0.25mg/L です。ふぶきテトラ、まとめるとこんな感じ。リンは少し溶け込みましたが、 TDS は上昇ないです。そこまで水を汚す餌ではないと思います。少量ならば水に色をつけていないです。先ほど入れたクロレラです。クロレラの周りは少し緑っぽくなってます。こんな感じでちょっとつついてみます。あ、粘土のような感じ。弾力性のある粘土です。空気中ではとても硬かったんですけど、水を含むと弾力性のある粘土、100円ショップの紙粘土を水で濡らしたような感じ、あれに近いわ。ただとても細かい粉が周りに舞ってるの分かるでしょうか。
これ多分魚食わないんで全部フィルターに行っちゃうんですよね。でこのクロレラタブレット、まあこのメーカーじゃないですけど他のレビューとか見てみるとものすごくフィルター汚れましたって書いてあったんですよ。多分この餌の汚れ細かい粒子ってのを吸い込むんじゃないかと思います。オスカーみたいにでかい口を持ってる魚ならばこれ一口で食べるんでそんな汚さないと思うんですけど、小型魚とかホイドラスのようにこうちょっとつつきながら食べるやつはこれサッカーしてるうちにどんどん水汚れるんですよね。こんな感じ で今ちょっとやっただけですけども水汚れてますよね。お通じは良くなるんだけれども小型魚には合わないんじゃないかと。テトラ水槽でございます。極み飯を入れたいと思います。指向性高めるために今朝水替えしてます。なのでこの後ろの方に CO2 がついてます。まだ餌与えてないです。オレンジ色なんで食べてくれると嬉しいんだけどな。できれば卵をそのまま使うんじゃなくて小さな卵を何個かくっつけてだいたい1ミリぐらいの大きさにすればいいんですよ。そしたら小さなテトラ類も制御サイズのメダカも気づいて食べてくれると思うんですけど、ちょっとサイズが小さいんですよね。これ卵だから水入れても膨張しないんですよ。餌だったらね 0.5 ミリぐらいのやつならちょっと時間経てば膨張して1ミリぐらいになるんで食べてくれることがあるんですけど、これ卵だからそれがないんですよね。ちょっと反応悪いっすね。ブラインシュリンプはめちゃくちゃ食べに来るんですけど、あ、来た来た来た、ここで来るんかい。今来たな。これ卵です。さあ食べろ誰か。無視してんな。食べてっかな。反応悪いな。人工中の餌に反応するはずなんですけどね。ブラックファントムは食ってるか。いまいちですわ。申し訳ない、これはちょっとやらんわ。人工中の餌でも全く反応しないっす。餌くれダンスしてっからな、手前の方で。小さすぎるんですよ。もうちょっとこう粒を大きくしないと本当に反応しないです。ブラインシュリンプだと動くんでね、反応するけど、これ小さすぎるんですよ。全く反応しないんで。まあそういうことです。よく絶賛絶賛ってやつ買ってみるんですけど、誰々が監修したとか、結局なんかこういう感じなんですよね、毎回。絶賛できる要素がどこにあるのかわかりませんけれども、まあ一応、チンカラコレクターの間では、これがすごいらしいので、ブラインシュリンプ沸かすのめんどくさい方は与えてみてもいいかもしれません。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、力ジャパン観賞用クロレラ錠剤タイプ極み飯の解放予備比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。はい、5時間後でございます。先ほどの容器です。プラキに色がついてます。なので一粒ボンって入れとくやり方はあまりおすすめできないです。こんなに色がつく餌ってのは見たことがないので、少量の場合でもあれで潰さないといけないからね、これ硬いですし、ちょっとこう手間があるので、できれば1ミリぐらいの球体、顆粒タイプにすれば使いやすくなるのかなと思います。栄養価は高いんでしょうけれども、フィルターの負担になりそうだなというのが印象です。お通じは良くなるんだけどね。